ムシアラさんユーロ2024で2試合連続ゴール。開幕戦のスコットランド戦5-1でゴールを挙げたムシアラ。19日に行われた第2節ハンガリー戦でも先発出場すると、貴重な先制点を挙げ、2-0の勝利に貢献した。連勝のチームは早々にグループステージ突破を決めている。開幕2試合でゴールを挙げたムシアラは、欧州選手権の歴史上2番目に若く連続ゴールを挙げた選手に。ムシアラは21歳114日という記録で、1位はユーロ1964で19歳186日の記録を残したハンガリーのフェレンツ・ベネとなっている。カタールワールドカップで期待した活躍を1年半越しに見せてくれてるムシアラ。バイタルエリアにいるムシアラめっちゃ怖かったな。シュート力やべえもんあいつ。クロース、ムシアラ、ギュンドアン、ハバーツみんなやべえ。ちゃんと組織的で強いマジでユーロ優勝あるわ。ムシアラバケモン。ムシアラはバイエルンの宝。ムシアラと技術をはじめすごい気合入ってて上手い選手が多いのが良い。ムシアラ上手すぎて引く。エグすぎます。本当にあなたチートレベル。カタールワールドカップの時も日本はムシアラにはチンチンにされてたからな。ほんとよく勝てたと思う。ドイツ全体を通じて、めちゃ強いイメージ攻め方のバリエーションも多彩だし、何よりもしっかりと守れる。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひお願いします。